仮想デスクトップを使いこなすと、机が3つにも4つにも増えます。はい、それではショートカットキーの Windows 編ということで、今回はですね、仮想デスクトップを使いこなそうということで動画を撮っていきます。じゃあ仮想デスクトップって何なのっていうと、デスクトップってね、いわゆるここですよね、ここ。これが、デスクトップなんですけれども、ね、これを実は、増やせます。はい。で、どういうことかというと、それを今日解説していくんですけれども、まずですね、今日覚えていただきたいのは5つですね。5つといっても、4つが Windows プラスコントロールプラス D とか、あと矢印ですね、あと F4 というものと、あと最後に Windows キーのタブということでですね、Windows コントロールプラスなんちゃら、D と矢印ですかね、主に使うのは。それで仮想デスクトップを、使うことができますと。で、ね、多分ね、仮想デスクトップって何っていう感じだと思うんですけど、もう本当にやってみればわかるので、早速ね、やっていきたいと思います。まずコントロール押しながら、Windows キーを押しながら、どっちでもいいんですけど、逆からでもいいんですけども、 Windows キーを押しながらコントロールを押して D と押してください。そうするとね、デスクトップが新しく出てくるんですよ。ね、あれ？と思って、いや、出てきたのいいけど、さっきの画面にどうやって戻るのっていうと、コントロールと Windows キーを押しながら、左矢印を押すと、こういうふうに戻ってきます。右矢印を押すと、またこっちのね、画面に戻ってきます。はい。で、これね、1画面だとちょっとわからないと思うので、ちょっとこの後ね、2画面の動画、撮りますので、こちらを見てください。はい、それではね、2画面でどういう動きをするかっていうのをね、ちょっとね、見てみたいと思います。はい。で、コントロールと Windows キーと D で、ね、新しいデスクトップを作りました。ここはじゃあテキスト画面を立ち上げてね、また同じようにコントロール Windows D で新しいデスクトップを作りましたと。ここではペイントを立ち上げますと。っていうふうにすると、今机がね、デスクトップが3つあって、最初のやつはこれですね、パワポを表示してますと。で、コントロールプラス、Windows キープラス、矢印、右を押すと、ね、メモ帳を開いているデスクトップになります。で、もう一回押すと、ペイントを開いているデスクトップになりますということで、で、迷子になったらですね、Windows プラスタブというのを押すと、こういうふうに、一覧が出ますので、で、ここにはね、今開いているアプリで、一番上にね、どのデスクトップかっていうところなので、一番最初に戻りますと。はい。ということでできますのでね、これでこう動きが見えるかと思います。こんな感じでね、行ったり来たりできるので、画面切り替えてね、机切り替えて効率化ができると思います。はい。ということでね、こんな感じでね、2画面だと分かりやすいと思うんですけれども、で、コントロール Windows D で新しいその机ですね、全くまっさら新しい机を、開きますというのを、これ結構ね、何個でも作れちゃうんで、で、ポン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 押していくといっぱい増えるので、はい。で、戻るときはこのね、Windows キーとコントロールキーと矢印の右と左で行ったり来たりということができます。で、その次ですね、じゃあどうやって閉じるのっていうと、これはですね、コントロールプラス F4 っていうのを押していくと、どん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 その閉じたページが、開いたページが閉じていきますと。はい。なので、例えば、また消えちゃったかな。このページを閉じるときは、コントロールプラス Windows キープラス F4 ということで閉じますと。で、またちょっとね、作ってみますね。1、2、3と。今3つ作りましたと。ただですね、何個作ったかもうわかんなくなっちゃうよという時があると思うんですけど、そういう時ですね。そういう時は Windows キープラスタブっていうのを押すと、こんな感じでね、今そのデスクトップ上に開かれている、ファイルとかアプリケーションが出てきて、その上の方にね、上の方にデスクトップ1、デスクトップ2、3、4って、これがですね、コントロール Windows プラス D で作ったデスクトップですね。はい。
なのでね、こうやって切り替えて、また迷子になったら Windows プラスタブって押すと、今ね、デスクトップ2にいますよとか、また4の時にね、こうやって Windows プラスタブを押すと、デスクトップ4にいますよということになります。はい。で、こうやってね、コントロール Windows 矢印を使いこなすとですね、例えばこっちでね、今こう、パワポの作業をしてましたと。で、ちょっとね、ちょっとこう、メールのチェックはちょっとね、こちらのデスクトップでやっちゃうとごちゃごちゃしてるので、こちらのね、デスクトップでメールを立ち上げましょうとか、ね、やったりとか、まあ、そういう感じで使い分けるといいと思います。で、特に、よくね、まあ、いいか悪いかは別として、例えばほら、まあ、やる人いないと思いますけど、まあ、大学の研究室とかでね、よく論文書いてるふりしてゲームをやってましたと。でね、教授がこう、見に来たという時に、おお、やべやべと、ね、いう時に、まあ、こういうね、こっちの画面でこうゲームしてましたと。で、あ、教授が来た、やばいっていう時にパパパってやって、こう仕事違う、論文を書いてるふりをするとかね、いうことが瞬時にできるので、まあ、結構そういう使い方、まあ多分ね、学生の人はそういう使い方が多いんじゃないかと思います。はい。ということでね、今回は Windows プラス、Ctrl プラス、まあ、D で新しいデスクトップを作って、矢印でそのデスクトップの移動をしますと。はい。いう技をね、覚えていただきました。はい。結構ね、これ使えるので、机が本当に2個も3個もできたような感じになるので、はい、ぜひですね、使ってみてください。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。マルチインカムになるための情報をお伝えしていますので、こちらのアイコンをクリックしてください。